はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福科副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛に対するヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、ちなみにこれテイク26ぐらい撮ってます。はい、で今日の内容なんですけども、今日は坐骨神経痛を改善する方法についてお伝えできればと思います。で前回ですね、ふくらはぎの筋肉を使って坐骨神経痛を改善していきましょうってお話をしました。でこの動画なんですけども、めちゃくちゃですね跳ねまして、たくさんの方に見てもらうことができました。でそのおかげで効果がありましたっていうお声をたくさんいただいて、僕は深夜3時まで興奮して眠れなかったです。はい、それに負けないようにね、今日の動画っていうのもいいものにしていきたいなというふうに思ってます。じゃあ今日はですね、どこの筋肉を使って坐骨神経痛を改善していくのかっていうと、すねの筋肉を使って坐骨神経痛を改善していきます。で今日の内容っていうのは、ひねる時、横に倒した時に坐骨神経痛が出ますよっていう人、あるいは速く歩いてる、あるいは動き回ってるとそこまでないけども、その場に立ってたりとかゆっくり歩いてると坐骨神経痛が出てきますよっていう人、あとは太ももの前が私硬いですよっていう人、あとは冷えると坐骨神経痛が出てしまう人、そういう人にですね有効な内容になってますので、ぜひ見ていただければと思います。ではすねの筋肉が硬くなってしまうと坐骨神経痛が起きてしまう理由っていうのは3つあります。1つ目は反り腰を作ってしまうから、2つ目は神経を圧迫してしまうから、3つ目が血流を阻害してしまうから。でまず反り腰を作ってしまうっていうのはどういうことなのかっていうと、すねの筋肉が硬くなってしまうと足首がですね、背屈ですね、こっちの方で固まってしまいます。じゃあこの状態で固まってしまうとどうなるかっていうと、太ももの筋肉が、太ももの前の筋肉が硬くなってきてしまいます。そしたら何が起きるかっていうと、反り腰が起きてきてしまいます。その結果腰に負担がかかりすぎてしまって坐骨神経痛が出てしまうっていう方がいらっしゃるんですよね。なのでそういう場合はすねの筋肉を緩めてあげることによって反り腰が解消し、坐骨神経痛が改善する例っていうのが結構あったりします。で2つ目の理由、神経を圧迫してしまうということなんですけども、すねの筋肉の奥には深腓骨神経というものが走ってます。で深腓骨神経っていうのはもともと坐骨神経の神経になってきますので、その結果すねの筋肉が深腓骨神経っていうのを引っ張ってしまって坐骨神経痛が出る方っていうのがいらっしゃいます。で3つ目、冷えなんですけども、すねの奥には動脈だったりとか静脈っていうものが走ってます。なのですねの筋肉が硬くなることによって、そこに血流がいかないせいでしびれを訴える方っていうのがいらっしゃいます。以上の3つがすねの筋肉が硬くなってしまうことによって坐骨神経痛が出てしまう原因になってきますので、是非ですね今からやっていくストレッチを一緒にやっていきましょう。では始めていく前に、まず自分の状態をチェックしていこうと思います。まずはですね、回旋ですね、こういう回旋の動きだったりとか側屈、この時の坐骨神経痛の状態っていうのをチェックしてみてください。あとはですね、こういう正座ですね、すねの筋肉が硬くなってると正座ができない、あるいはしんどい人っていうの結構いらっしゃいますので、正座のしんどさっていうのもチェックしてみてください。では今からすねのセルフケアをやっていこうと思うんですけども、まず右側に症状がある方は右側、左側に症状がある方は左側をやってあげてください。で早速なんですけども、まずですね、すねの外側のこのポコッとした骨を見つけてください。で見つけていただいたら、そこから指4本内側に行くと、なんか硬い骨があると思います。なんかお山になってる骨があると思うんですけど、これ脛骨です。こことここの間中にそのすねの筋肉が走ってます。足首をねこういうふうに動かしてもらうとボコンと動いてくると思います。ここをねやっていくわけなんですが、どういうふうにやっていくかっていうと、まずこのお山の指1本外側ですね、指1本小指側に指をずらしていただいて、ここをですね自分の、人差し指だったり中指、薬指、2本でもいいし3本でも何でもいいので、こう縦にねこういう風に、リコーダー持つみたいな感じでセットしてもらいます。で真下にまずグッと1回押していただいて、骨からですねこの筋肉をこうそぎ取るというか剥ぐような感じでグリ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 とやってあげてください。こういう感じですね。はい、結構ここ痛いと思います。グリグリグリとやっていきます。ほんと骨の際をやってるイメージですね。はい、グリグリグリと、これきつい方は両手でやってもらってもいいので、グリグリグリとやっていきます。もう骨に沿ってやってあげてください。グリグリグリとやっていきます。はい、で足首までできたら次はですね、全く同じところをまず触ってもらって、足首ですね、足首をこういう感じで上下させてあげてください。はい、ぐっと押さえながら上下ですね。でも同じ箇所をまあ5回ぐらいやったらちょっと下に下がって、また同じように上下。この時の注意点としては、この押してる手がですね緩んでしまうとあんまり意味がないので、押してる手はしっかり持ってあげてください。はい、また下に行きます。はい、OK です。っていう感じですね、全体をまずやっていただきます。でここはある人だけでいいんですけど、こういうローラーとかフォームローラーだったり、あるいはサランラップの芯とか持ってる人はここをですねこういう風にコロコロ転がしてあげてもいいです。もし持ってる人はやってあげてください。はい、そしたらですね、ケアは終わりましたので、次はストレッチをかけていきたいと思います。はい、ではストレッチのかけていき方なんですけども、壁があった方が安心ですので、壁の方に来ていただいて、痛い側を壁側に向けてあげてください。でこの状態でですね、壁を軽く触ってもらって、痛い方の足をこういう風に、足の指をですねこういう風に反らしてあげてください。はい、反らします。でここから体重をちょっと前にね、前にかけていくんですけども、この時注意しないといけないのが、膝がですねこう内にこういう風に入ってしまう人がいるんですけど、これじゃ伸びないです。前、あるいは気持ちちょっと外ですね、外にこの状態でグーってこういう感じでグーってしていただくと、ちょうどすねの前あたりが伸びる感じしますでしょうか。この状態で30秒やっていこうと思います。ちょっとね足の部分が痛いかもしれないんですけど、頑張ってやってください。ではいきます。1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30。はい、 OK です。で今のはどうしてもきつい方は、こういうふうに正座をするだけでも、いいかなというふうに思いますので、自分がしんどくない範囲でやってみてください。もし10秒がきつい方は5秒に1回足を崩して、でまた同じようにこういうふうに正座をするっていう感じですね。はい、これをちょこちょこ繰り返していただければと思います。では動きのチェックをしていきましょう。まずまた回旋ですね、回旋とか横、めちゃくちゃ改善とか、僕はこれは結構出やすくなってるかなというふうに思いますけど、皆さんはいかがでしょうか。あとしんどい方、あと正座してしんどかった人も一回正座してみてください。はい、それでしやすくなってる、あるいは坐骨神経痛がちょっと改善されてるってことであれば、あなたの坐骨神経痛っていうのはこのすねから来てますので、是非ですねこのストレッチっていうのを続けてみてください。はい、そしたら今日の話をまとめていくと、すねの筋肉が硬くなってきてしまうと、反り腰を作ったりとか、神経を圧迫したり、血管、血流を阻害してしまって坐骨神経痛が出るってお話をしました。なので効果が出た方はですね、是非いいねボタンだったりとか、あとコメントの方よろしくお願いいたします。では今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。はい、今日はですねいつものですね、なんだろう、30秒ぐらい僕の演劇部があるじゃないですか。あれをね撮るちょっと元気がなかったのと、あとこの動画もね昼の3時ぐらいから撮り始めたんですけど、なんか納得いかずですね、ほんとテイク26ぐらいまで行ってしまいました。はい、もう夜の9時です。その合間ね施術もしてたんですけど、はいなっていう感じで今日は疲れたので、今日は早く帰って寝ます。ありがとうございました。